い、皆さんこんにちは、シュナタンです。今回はですね、久しぶりにルックブックを撮ってみました。今回は秋冬のコーディネートをたくさんね、紹介していこうと思うんですけれども、リレー方式というかバトンつなぎ方式でやっていこうかなと思いまして、どういうことかっていうと、一体コーディネートを組んだ後、その中から同じアイテムをそのまま使って次のコーデに着替えていきたいなっていうふうに思います。私はまあ海外系のコーディネートが好きなので、今回は全部海外っぽいっていうのを意識してコーディネートを組んでいきました。で、髪の毛もね、最近染め直しに行ってまた赤を入れてきたので、この赤髪に合うコーディネートを組んでいければなと思います。まず1着目はですね、デニムオンデニムコーデを作っていきたいと思います。やっぱりデニムオンデニム私大好きで、結構いろんなセットアップ買っちゃったりするんですけど、このデニムのセットアップはですね、ファーがついてて、それが本当に可愛い。このファーはちなみに取り外し可能なので、オールシーズン着回せるようなデニムなんですけれど、ファーをつけることで秋冬感もすごく増すし、で、簡単にコーディネートがやっぱり組めるので、そこが私はとても気に入ってます。このデニムジャケットはオーバーサイズとかではなくて、ジャストな感じのサイズ感になっていて、今回はもうボタンを開けてジャケットとして着てるんですけど、全部ボタン閉めてあげてトップスみたいな感じでも着れるようなデニムジャケットです。ジャケットの方には首元にファーがついていて、パンツの方にはお尻にファーがついてます。お尻にファーがついてることで結構お尻がキュッと見えるので、そこもまたね、シルエットがとても可愛いです。ファーがブラウン系のファーになっているので、トップスもブーツもブラウン系のものを合わせてあげて統一感を出してみました。私このアグの厚底が本当に大好きで、ちょっと前にゲットしてすごいもう履き倒してるんですけど、とりあえずこのシューズ履いとけば今季は間違いないと思うので、これ本当にマストバイアイテムだと思います。ではこの中から次はパンツを、同じパンツを使って着回していきたいと思います。さっきのコーディネートはちょっとこう柔らかいというか温かみのある感じのコーディネートだったかなと思うんですけど、次のコーデはですね、結構メンズライクなちょっとかっこいい感じのスタイルを作っていこうかなと思います。私的に海外ガールの方とかって結構ネクタイを使うイメージがあって、でその中でもやっぱりシャツにネクタイを合わせている方が多いなっていう印象があったので、今回はそのスタイルを作っていきました。で、さらにその上からダウンベストを重ねてます。ダウンベストも本当に使えるアイテムで、トップスの袖も見えたりするので、袖にデザインがあったりするものとかと合わせてもちゃんと活かされるので、そこも私は好きなポイントです。ちなみにこのダウンはね、長袖とベストどっちも使えるっていう 2way のダウンになっております。で、今回アームウォーマーをねちょっとつけてみました。まあ、なくてももちろん可愛いんですけど、ちょっとこう一癖欲しいなと思ったので、この紫のアームウォーマーで差し色を入れております。で、その紫と合わせてピン止めも今回紫色のものを使っていきました。こういったところでね、同じ色を入れてあげたりとかすると統一感も出たりとかするし、おしゃれに見えると思います。足元はね、スニーカーを合わせてカジュアルなメンズっぽい感じのコーディネートに仕上げております。では続きまして、こちらのシャツを着回していきたいと思います。さっきはまあトップスとしてボトムにインをして着ていったと思うんですけど、次はワンピースとして着ていこうかなと考えております。このシャツワンピは結構丈感が長めになっているので、本当に1枚さらワンピみたいな風に着てあげても可愛いです。で、これに合わせるのが本当にこうボリューミーなカーディガンを重ねていきたいと思います。毛足の長い糸を使っていて、ちょっとふわっとした感じのとても気持ちいい素材になってます。しかもこれまたいいのがチクチク感がないので、今回は長袖に合わせてるんですけど、もうちょっとなんか春とか秋の初めとか袖のないトップスと合わせても全然不快感なく着れるので、そこもとてもお気に入りです。丈感が本当に絶妙で可愛くて、ちょっとこう下からシャツが見えてるのがバランスがとても良くて、この合わせもね本当におすすめです。シューズはまたまたアグのシューズを合わせました。まあ、これはねシューズ本当に何でも合うと思います。ブーツでも合うし、スニーカーでも合うし、ローファーとかでも合うと思うんですけど、ちょっとこうスクールガールっぽいような感じのコーディネートになったかなと思います。バッグは今回ちっちゃめのねミニバッグを持っております。このコーデ結構赤髪とも合ってる気がして、赤とネイビーって本当相性がいいので、このコーデ私結構タイプなコーディネートです。では続いてこちらのカーデを着回していきたいと思います。続いてはさっきとまた違った感じでミリタリーな感じのコーディネートに合わせていこうかなと思います。やっぱりこのスカートがポイントになってくるんですけど、このスカートが本当に可愛くて、結構前に手に入れたものなので、ちょっとも同じものはないとは思うんですけど、似たようなものとかね結構最近多いかなと思うので、ぜひ見つけてみてください。最近結構こうカーゴパンツとか流行ってると思うんですけど、そういったミリタリーアイテムがここ数年割とずっとトレンドというか、海外ガールの中でも定番なアイテムかなっていう気がしていて、今回まあちょっとスカートでミリタリーすぎない、メンズっぽすぎないコーディネートになったかなと思います。トップスとニット帽はホワイトを合わせて、ネイビーとカーキってどっちも暗い色だと思うので、ちょっと抜け感を作ってみました。だけど
小物とかはブラックで引き締めてあげて、ミリタリーっぽさというかかっこよさも残しつつっていう感じのコーディネートになったかなと思います。やっぱミリタリーコーデにはマーチンが本当に相性が私はいいと思うので、今回はマーチンのブーツを合わせてみました。カーディガン結構モコッとした柔らかい感じの印象があるんですけど、逆にそこにこういったミリタリーアイテムとかかっこいい感じのアイテムとか合わせてあげると、それがなんかこうミックスされてとても可愛いコーディネートが組めると思います。では続いてこちらのトップスを着回していきたいと思います。こういった白のハイネックのトップスは本当に秋冬は定番に使えるアイテムだと思うので、いろんなコーディネートを組めるかなと思うんですが、今回はちょっとカーゴつながりで次はカーゴパンツを履いてコーディネートを組んでいきました。でホワイトに明るめのブルーを合わせてるんですけど、ちょっとこれだとぼやっとしすぎかなっていう風に思ったので、小物だったりとかアウターを暗めの感じのカラーを持ってきてそこで引き締めてみました。やっぱり秋冬の私の定番のアイテムがジャケットなんですけど、今回もねジャケットを使っていきたいと思います。ジャケットでも結構オーバーサイズな、これも古着のもので、本当にメンズのジャケットを私は古着で買ってそれを着てます。やっぱり海外風コーデをするならこういったオーバーサイズのジャケットっていうのもマストなアイテムになってくると思うので、まあ、古着屋さんとかでそれこそ探すのもいいんじゃないかなと思います。ジャケットにカーゴパンツって本当にもう結構真逆なジャンルのものだと思うんですけど、意外と合わせてみると私は可愛いなって思うので結構合わせたりしてるんですが、これにね、まあ、スニーカーとかでも可愛いんですけど、今回はちょっとジャケットとのバランスをとって足元ローファーを合わせてみました。このスタイルも結構私的にはありかなっていう風に思います。なんかカッチリだけどカッチリしすぎてないみたいな。では続いてこちらのカーゴパンツを着回していきたいと思います。今度はもうカーゴパンツにスウェットを合わせて結構ラフなスタイルを作っていこうかなと思うんですが、でもその上からこのレザーのねベストを羽織ってあげて、ちょっとピリッとというかラフすぎないよっていう感じのコーディネートです。どんなコーデって感じですけどで足元は安定にアグのブーツを合わせてあげてカジュアル感を増してみました。これでなんかスニーカーとかでも可愛いんですけど、なんかこのコーデにアグを合わせる意図っていうのが、アグってやっぱりこのカラーもそうですけどムートンブーツになってるのでやっぱ温かみがあると思うんですよ。今回結構アイテム的に寒色系のものだったりとか、それこそレザーだったりとか、なんかちょっと冷たいというかそういった印象があると思うんですけど、まあこれにねホワイトのスニーカーだったりとかブーツとか合わせても可愛いかなとは思ったんですが、足元でこうホワッとさせたいというか、こう温かみがもう少しあってもいいかなと思ったので、このアグのブーツを合わせてます。それに合わせてこのバラクラバ今回は合わせてみました。このバラクラバって初めて見た時はこれ可愛いのって思ったんですけど、でもやっぱり時間が経ってくにつれて結構いろんなバラクラバが出たりとかしてやっぱり可愛いなって思うようになってくるんですよね、不思議と初めて私も今回バラクラバをザラで購入いたしまして、これ使ってみたんですけど結構可愛かったです。なんかこうフード被ってももちろん可愛いし、このザラのやつはチャックになってるので前のところが自分でチャックの上げ下げを調節したりとかして使うこともできるし、あとは普通にフード脱いであげて付けフードみたいな感じで着てあげてもすごく可愛かったので、結構このアイテムもありだなって思いました。でしかもやっぱあったかいと思います。防寒の面でもねとてもいいなと思いました。でコーデのワンポイントにもなるしトレンド感も出ると思うので、私もねちょっと色々と集めてみようかなって考え中でございます。そしたら続いてはこのレザーベストを着回していこうと思います。このレザーベストも前私紹介したと思うんですけど、結構いろんなコーディネートに使いやすくて、で私的にやっぱりこういったオーバーサイズのベストとかってショート丈のボトムと合わせるのがすごい好きなので、今回はショート丈のボトムと合わせてコーディネートを組んでいこうと思います。でね、私赤髪にしてからボーダーを結構着るようになったんです。あんまりボーダー私普段着なかったんですけど、赤髪にボーダーってちょっとこうロックな感じというかパンクな印象があると思うんですけど、そういったコーディネートも最近すごく好きで、そんなのでこのねボーダーのニット結構気に入ってるんですけど、この合わせも本当に可愛いんですよ。このニットも結構オーバーサイズでゆったりとしていて、でそこにあえてスッキリとしたニットパンツを合わせてあげて、この上はボワッと下はスッキリみたいなバランスがとっても可愛いコーディネートかなと思います。今回のコーディネートは全体的にモノトーンなアイテムで揃えているので、より赤髪が強調されてもう髪の毛をポイントにしたコーディネートになっております。これもね靴迷ったんですけど、今回はちょっとスニーカーにしてみました。このコーデ私結構気に入ってるかも。では続いてこのボーダーニットを着回していきたいと思います。さっきのコーディネートはもうほんと黒白っていう感じでモノトーンな合わせだったと思うんですけど、次はちょっとブラウン系を合わせていこうかなと思います。このボーダーのニット自体がブラックとちょっと
とベージュっぽい感じの色でボーダーになっているので、結構ブラウンとも相性が良くて、さっきのコーディネートよりもより柔らかみのある肌に馴染みやすいコーディネートかなと思います。スカートもこのブラウンのスカートを合わせてあげて、でこれがね本当に可愛くて、ザラのスカートなんですけど、ローライズなスカートになっていて、でベルトの位置もちょっと下めにつけてあって、そこもまた可愛かったりするんですけど、これもまたミリタリーなコーディネートとかにすごく相性が抜群だと思います。でさっきのコーディネートはレザーのベストを使っていたので、袖までしっかりと見えてたと思うんですが、今回逆に長袖のレザージャケットを合わせてみました。ボーダーの見える面積がだいぶ減るので、さっきよりも主張が激しくなくて、ボーダーに抵抗があるっていう方でも挑戦しやすいかなと思います。でこのジャケットもオーバーサイズになっていて、やっぱりこのミニとの相性が抜群なジャケットです。でまあこのままブラウンでまとめても可愛いかなと思ったんですけど、あえて私ちょっと今回ニット帽でグリーンのものを使ってちょっと差し色を入れてみました。ブラウンとグリーンってアースカラーみたいな感じでとても相性のいいカラーなので、今回はニット帽なんですけど、まあ、バッグだったりとかその他のアイテムでグリーンとかを入れても可愛いと思います。では続いてこのスカートを着回していきたいと思います。さっきは全体的にブラウンな感じでこうまとまりのある感じのコーデだったと思うんですが、次はグレーを合わせていきたいと思います。グレーとブラウンってちょっと地味になりやすい感じの色合いだと思うんですけど、スカートがミニ丈になっているので、そこでこう抜け感が出るので、ブラウンとグレー合わせていってもそんなにこう地味すぎないコーディネートになってます。でこれもまたアームウォーマーをつけていったんですけど、紫のアームウォーマーをつけたんですが、紫ってブラウンにもグレーにもすごく相性が良くて、私はすごい好きな色の組み合わせなので、今回紫をチョイスしてみました。でまあここまで結構いろんなカラーを使っているので、髪の毛も赤だし、グレー、ブラウン、紫使っているので、小物はブラックでシンプルにまとめてみました。ボワッとしたフーディーにミニのバッグってすごい可愛くないですか。私結構好きな組み合わせなんですよね。これ本当にミニバッグはアクセサリー感覚で使えるので、ちょっとこう肩からかけてあげるとまたコーディネートがねガラッと変わってとても可愛いです。では続いてこちらのフーディーを着回していきたいと思います。で今回海外系のコーディネートなので、このジャケットを合わせてみました。フーディーにジャケットって定番な合わせじゃないですか。だいたいね1日に1回は SNS とかで海外の方がこういった合わせをしてるの見るんですけど、本当にそのぐらい定番な人気な組み合わせになってます。でも結構スウェットの上下にジャケットを合わせるとかっていうのは多いと思うんですけど、まあそれは割と数年前からやられてるコーディネートだったので、ちょっと新しさが欲しいなと思って、今回パンツをねジャージにしてみました。ジャージにジャケットって思うかもしれないんですけど、結構これもねスウェットとジャケットが相性が良いっていうのと同じ感じで、あえてこのきれいめなアイテムにスポーティーなアイテム、ラフなアイテムを合わせるっていうのが逆に可愛いみたいな、だから私は結構好きな合わせなんですけど、またスウェットとはね違った感じの雰囲気が出ると思うので、スウェットにジャケットがちょっと飽きてきたなっていう方とかはぜひジャージ合わせてみてください。結構可愛いです。今回このグリーンのジャージ合わせてるんですけど、このラインがオレンジになっていて、そのオレンジがポイントになって、私このコーデ結構お気に入りです。では続いてジャージのパンツを着回していきたいと思います。このジャージは前にも紹介したと思うんですけど、セットアップになっているので、今回はセットアップとして着ていこうかなと思うんですが、ジャージのセットアップってやっぱり着回しが難しかったりとか、これからの時期どうやって着ようかなって悩んでる方も多いと思うんですけど、さっきみたいなジャケットを着てもねとても可愛いし、こういったダウンベストとかダウンとかと合わせてあげても可愛いと思います。やっぱりダウンと合わせるってなると本当にもうスポーティーな印象になりがちかなと思ったので、その他のアイテムとかでお出かけ感というかっていうのをしっかり作ってあげるとバランスよく着れるかな。あとはアクセサリーが大事かな。しっかりと存在感のあるものをつけてあげることでジャージが一気にお出かけ着に変身させられるかなと思います。今回はダウンベストを合わせてみたんですけど、で私はさらにちょっとエッジを効かせたいなと思ったので、こういったサングラスとかも合わせてみました。こういったエッジの効いてるサングラスとかを合わせてあげるとよりこうおしゃれ感も出ると思うし、コーディネートがシンプルになりすぎないので、こういった細かいアイテムとかっていうのも結構大事になってくるかなと思います。では続いてこのジャージのトップスの方、トラックジャケットを着回していきたいと思います。トラックジャケットにデニムを合わせるスタイルがすごく好きで、今回デニムをね合わせていきたいんですけど、ちょっとタイトめなシルエットのパンツを合わせてみました。私あまり今までジャージとか着たことなかったんですけど、最近こういったジャージとかも普通にファッションアイテムとして着るのも可愛いなと思ってて、いろんな方のジャージコーデを見てるとデニムと合わせてる方がすごく多くて、そのコーデが私的には結構タイプなコーデだったので、私もデニム合わせたいなと思ったんですが、でこのデニムもねちょっと裾まくってあげたりとかしてシューズとかとバランスを取ったりしてるんですけど、スッキリとしたデニムを合わせることでカジュアルなアイテムではあるんですけど、ちょっとこう綺麗めに見えたりとか、さっきの
ジャージコーデとはまた違って割とこうスタイリッシュな印象になるかなと思います。今回ジャケットもね羽織ったりとかしてるので割とそういった印象も強いかなと思います。ジャージってアウターとしても使えると思うんですけど、チャック閉めてあげてちょっとボトムにインしたりとかしてトップスみたいな感じで着ても可愛いなと思うので、このコーデではそういった感じでジャケットを上から羽織って合わせてみました。はい、では続いてこのデニムを着回してコーディネート組んでいきたいと思います。次のコーディネートは結構もう Y2K な感じというか本当に昔っぽいコーディネートを組みたいなと思ってて、でね、その Y2K っぽいコーディに欠かせないのがパートリムジャケットなんですけど、このジャケットねマジで最近よく見るんですよ。海外の方で結構着てる方多くて、私も気になってたんですけど、なかなかこういうジャケットってやっぱないと思うんですけど、 H&M で見つけて試しに買ってみようと思って、パートリムジャケットは中がキルティングっぽくなってて結構あったかいです。なのでちょっと今回チューブトップとね合わせちゃってるんですけど、やっぱりこのチューブトップにデニムって結構ヘルシーな海外っぽいスタイルだと思うんですけど、ここにこのジャケットを加えて海外のね Y2K っぽいコーディネートにしてみました。小物はね全部ブラックで揃えてあげて、そこでちゃんと引き締めてあげたりとか、このアディダスのスーパースターも昔から定番であるアイテムだと思うので、レトロ感のあるようなスニーカーを合わせて、昔流行ってたようなコーデだけど逆にそれが今はね流行りになってると思うので、トレンドなコーディネートになったかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで全部で13体かなバトンつなぎで着回してコーディネートを組んでいったんですけれども、ぜひぜひ参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。